はいどうもカパー長ですじゃあね日付変わっちゃいましたけれども、こっちではねじゃあ大谷選手、大激怒の続きいきましょうか、続報ですかね、日テレとほらフジテレビが出禁になったって話を昨日見たじゃないですか、ね結構まあ大事というか、あ、あ、こいつらは大事として捉えてないですよ、日テレと富士は、ねうん。しれーっとしれーっとらばっくれてますからね、そのうちなんか,なんかこう逆でして。 逆切れ被害者面で、ね、大谷選手に対してなんかクレームを多分入れていくんじゃねえのかなって今、その作戦中かなってなんかそれを問いただしたっていうか、ねうん、取材をしようとしたらなんかこのコメントを求めたら、ね、あのいや別に何,何もコメントはありませんみたいなそんな回答だったんだって回答にもなってない回答だったんだって。 本当、こいつらっててめえたちに都合の悪いことは一切ね、がんしするんだね。こういうとこだよな。うん。ね豪邸報道を勝手にするのに、てめえたちへの取材は一切答えねえとか。ほ <laughs> んいい度胸だよね。そう思いませんうん。だから、こういう企業体質、そもそもはそういうやからなんで、うん、別に大谷選手がね、この怒ってなんとかっていうそれ以前に、ね、やっぱりこいつらは、ね、 存在させたらダメなんだよ。日テレとか富士に限った話じゃないですけどね。うん。ね、ほんとなんかてめえ勝手だよね。こんなんでよく報道機関とか,なんか語れるような。お前らなんか報道機関でもなんでもねえよ、ほんと。うん。まあいいでしょう。なんかきんの件でね。えい、ー、わ問い詰め、問い詰められかけたら、うん。なんか開き直って白ばっくれてると。ね、ほんと舐めたやつらだよな。うん。 で、その中でもこのフジテレビがね、今なんかね、この責任の押し付け合い、<laughs> 責任なすり合いでね、なんか、なかなかこのフジテレビ内が、なん,なんていうの、この内ゲバじゃないけどさ <laughs>、誰に責任取らせようかで揉めてんだってさ、まあ、醜い奴らだな、本当お前ら。半日クソマスゴミって言うだけあってよ。まあ、ちょっとそこの辺を見ていきましょうかね。えー、番組名かな、これ。イット。その取材班。 がやらかした特大自爆に、ね、富士局内が荒れてんだって、誰が責任を取るんだっつって、なんかね、醜い争いですな。<laughs> 本当に。で、えっ、ー、と、その中身ですけど大谷選手に関する独自取材ができなくなり、局内では大問題になっていますと。特に激怒しているのがスポーツ局、スポルトなどスポーツ情報番組にとって、取材的には番組の死活問題になりますから、一体誰がどうやって責任を取るのか。 解散しろよ。<laughs> 解体しちまえよ。曲ごといらねえだろ、別に。うん、で、えーまあ、フジテレビ関係者がなんかぼやいてんだと <laughs> ぼやいてる余裕があるんだったらまだまだ全然だよな。うん、で、えー、日テレと、えー、フジテレビがドジャースの大谷選手に関する取材パスが凍結状態にあって実質できん状態にあると、えー、報じられていますよね。 で大谷選手が購入したとされるこの豪邸周辺の空撮映像の使用や自宅付近からの中継、近所へのインタビュー取材なども行ったことが理由とされているとでそうした取材が刊行された背景について、富士の関係者が現地の大谷選手の自宅周辺の取材は情報番組ライブニュースイットの取材班主導で進められたと聞いていますとじゃあその辺の関係者、とりあえず全員クビにしようぜ。<laughs> お前らそういうの平気でやるだろうねで、視聴率が伸び悩んでる事情もあり、数字が見込める大谷選手のニュースで、なんとか視聴率アップにつなげたいという狙いがあったようですと。な、数字とか、まあ要は金だよね。お前らにとっての金、金のためだったらもう他人のプライバシーなんてどうでもいいと思ってるっていうのがよく出てるよな。だからお前ら半日クソマスゴミって言われるんだよ。 で、えー、まあいいや、えー、1 9年4月にスタートした情報番組「イット!」は、えー、今年4月開編のタイミングで大幅なリニューアルを実施、えー、メインキャスターに、えー、NHK 対局したばかりの葵アナウンサーを起用したと。で、えー、今年1月、当時 NHK に所属していた葵アナは会社に報告せず、親族企業から役員報酬を得ていたことで、えー、厳重注意処分を受けたと報じられたが、 1>, 1月18日に「ニュースウォッチラインを突如降板するとフリーに転身、えー、フジテレビの情報番組のキャスターに異例の形で抜擢されていたと、ね、要はあれか、ね、ルール違反したやつ、ね、約束を守らずルール違反したやつ、まあ、犯罪者って言うとちょっと言い過ぎなのかな、まあ、でも約束破ったやつ、ねうん、を起用したわけでしょ、うん それはまあなんか他人のプライバシーとかそんな考えそなさそうだよなこんなやつ使ってる曲なんて所詮はうんでだから何を何をや,、ねえー、やらかしてねクビになったあるいは謹慎処分になったかどうかじゃなくてねなんか人気ありそうだし数字になりそうだからまあいいかみたいなあ要はそういう判断だったってことだよねうんまあこういうところにもよく出てるじゃん ねえこの半日クソマサゴミのクソマサゴミたるゆえんみたいなのがさな普通そういうやつ使わねえだろう、うん、で、えー、しかも金,金が絡んだ話でしょ、ね、えだ金さえ積めば何でもやるようなやつってことでもあるよな、うん でまあなんか抜擢だとしかしリニューアル後も視聴率ではいまだにニュースエブリー日テレ系などの、えー、後陣を排している状況で現場ではスタッフの士気の低下も懸念されていると青井さん NHK の看板報道番組キャスターをしていただけにアナウンス力は安定しているしかし高額なギャラを払っているのに見合うだけのメリットが得られているのかといえば疑問を抱かざるを得ませんと、えー、局内スタッフ特に富士所属のアナウンサーとしては、えー、複雑な気持ちにならざるを得ないでしょう、えー、このままで将来大丈夫なのかな と不安を漏らすすアナウンサーもいますとた「イット!」は19時放送が終了すると、えー、その後、えー、ほどなくして、えー、視聴率の速報値が報告されると、えー、番組スタッフはその数字にピリピリするのですが青山は番組を終了するといつもすぐに帰宅しているとでその様子を見て NHK ではいや民放ほど数字を、えー、厳しく問われなかったんじゃないかと指摘する声も聞かれると。 それだってこいつらはさ、ね、予算もつけてもらって、ね、受信料というのが見かじめ、ね、電波見かじめ巻き上げているような電波ヤクザなんだからさ何とも思ってねえよそんなもん <laughs> えそういうの分かってて起用したんじゃないの、うん、だいぶ間抜けだな視聴、うんえー、率が伸び悩んではいるものの、えー、フジテレビとして青やらメインの体制は変えずに行く方針であるとで先日「イット!」の政作スタッフに対して上層部からあえて激励のメールが送られてきたと えー、メールは視聴率低迷は認めながらもう少し時間がかかっても葵さんのカラーを育てていくという内容だったと葵さんのフリートークを番組の最初と最後に入れたり該当、えー、取材を行ったりと試行錯誤中だが決まりで起用した葵さんを何とか盛り立てたいのでしょう同時に女性の興味を意識した番組作りをしようということが、えー、念押しされていましたとああ韓流枠強化だな <laughs> いっそなんかもう、そっちに完全に振り切った方がいいんじゃないの葵さんうんぬんじゃなくて、もう韓国食100%で、これ韓国のニュース番組かなっていうぐらいに、ね、なんかもう、韓流ステマとかも、なんか、チンたらチンたらやってないでさ、ね、もう、いっそのこと、ね、うん。いや、もう、うちはね、売りテレビですって言えよ。<laughs> いっそのこと。それで行けよ。逆になんかね、あのウケるかもしれないよ。多分、ウケないけど。<laughs> そうだよ、フジテレビやめてさ、ね、どうせウジテレビとか言われてたんだから、売りテレビになれよ、もうめんどくせえから、うん。なってるようなもんだろ、あとなんかもう、<laughs> 社名変えるだけだろ、実態としてはもうすでに、うん。そうだよ、フジテレビ改め、ウジテレビ改め、売りテレビでやれよ、うん、その方がいいよ。うん、で、結局、大谷選手からの出禁はそのままっていうね。<laughs> <laughs> でまあ、それはさておき、えー、大谷選手に関する情報は女性の興味も引く、うん、話題ではあるのだろうが違くね <laughs>、えー、大谷選手の取材に関するパスが凍結されているって報道について、えー、フジテレビに確認したところ、まあ、さっきのように、ね、回答することはございませんと、えー、企画広報部が広報部かフジの、ねうんえー、番組リニューアルにあたって開かれた記者会見名古屋の青次なのに、えー、意気込みを 伝える側が温かくないと見てくださる皆さんに思いは伝わらないと思っておりますと。<laughs> 新型コロナの影響で家にいて人とコミュニケーションを取ってなかった時期を忘れてきて、えー、いますが、そんな中でも人とのつながりを改めて今思い出している時期でもある。そういった温かみ、人とのぬくもりを大切にした番組にしていきたいと思います。だって。へいや、売りテレビでいけよ。<laughs> もうお前たちはそれしかねえよ。 売りテレビでいけ <laughs> <laughs> はい3はい断るまあ大谷さんからも断られたってことだしねもう畳んじまなうんはい以上です